おはようございます。たかしです。今日はね、関東でね、ちょっと一発地場をね、近場の地場をね、今日は走るんですけど、まあね、台風がね、結構すごかったみたいですけどね、ちょうど朝にはね雨も止んでね、なんか風は強いですけどね、まだ風は強いですけど、まあなんとかね、おかげさんで僕的にはね、あまり影響は受けずにできたんでね、結構ね、関西とか東海のあたりは高速道路も通行止めになったりして、結構ひどいね、ひどい感じになってるんでしょうか ね。東京でね、車中泊で寝とったもんでね、さっぱり情報が分かんないんですけどね、今日はちょっとね、相模原までね、近場の地場の仕事をね一発やってからね、夜にまたね大阪行きの荷物を積んで帰ります。これね、港区で積んでね、これ今なんていうとこかな、これ今ね、こっからねちょっと走って首都高を乗ってね、新宿線でおよそ1キロ先、行きたいと思います。斜め右方向、高速入り口です。およそ500メートル先、芝浦出入り口、斜め右方向、高速入り口。もう東京はね、ゴミゴミしてますわ、ほんまゴミゴミしてる、まあね、東京、この先右側の合流があります。ゴミゴミしてる、車が多い、もうこんなね13トンも積んどったら、ね、もう車間距離空けていかんと止まりませんからね、ほんまね。まあね、首都高ってね、やっぱね、車がすごい多いんですね。ほんでね、結構狭かったりするしね、都心の方はね、湾岸線とかはね結構広いんですけど、都心の方はねもう狭い、もう普通車用に作っとくね、完全に昔ってまあ何年か、昭和40年とかね、50年ぐらいですかね、その辺にできたのかよく知りませんけど、何しかも昔の道路っていう感じで狭いです、狭いのに交通量は多いというね、ほんでこのね、今日は重量がねやっぱ重たいんで13積んどるんでね、ね、慎重にね行きたいと思います。
港の芝浦から乗ります。右手に見えますのは東京タワーですでね、これあれやな、見えへんけど、見えへんのかね、見せてあげたい、東京タワー、右手に見えますのは東京タワーですね、これ芝公園、見えませんけどね、この動画カメラね固定してあるんで、ね、いつもはね、よくね渋谷線を使うことがね多いです。渋谷線がね東名とつながっとるんでね、渋谷線3番が渋谷線なんですけどね、今日は4番の新宿線で相模原までねちょっとね行きたいと思います。雨通行止めな。まあ首都高はね何も影響ないみたいですけどね、これ関西とか西の方はね結構な被害があったようですね。
り帰れんのかな。8時ぐらいにね、積み込みなんですけどね。帰れんのかな。交通情報見たけどね、もう高速道路真っ黒けやったな。
しやすいですね。あの新宿のとこからね、トンネルからね、結構車がね合流してきますけどね、それまでは走りやすいですね。
がビュービュー言うてますわ。もう風がビュービュー、窓開けたら弱くな、わからんか、ね、心地よい、心地よい風が来ますね、もうね。八王子ジャンクションから通行止めになってんな、これ混んでるんちゃうか、これ嫌やな。八王子、八王子行くまで混んでんな、これ絶対。手前で国立宇宙で降りた方が早いやろな、今日は。今日は国立、もうほんまはね、八王子まで行くんですけどね。八王子って、まあ、あれかな、よ、遠目行った方が良かったんかな、これ。最寄りインターは八王子なんでね、八王子が一番近いんでね。なんだけど、雨の影響で、それにしてもあれやな、今
見たけど、また通行止めとかね、このね、台風、今回の台風、各地でね、爪痕残しとるみたいですね、ほんまね。中央道も通行止めって書いてあったな、災害通行止めって書いてあったな、土砂崩れかなんかなってんのかな。僕も過去ね、土砂崩れでね、通行止め食らったことありますよ。ね、あの時はもう参ったわ、ほんまもう缶詰状態になってね、行きも通行止め、帰りも通行止めみたいなね、なんかちょうどね、間にはまってしまってね、昔ね、もうあれは。
走行動画撮ってみました。まあね、どういう動画がいいのかよく分からないですけど、いろいろね、まあいろいろやっていきたいなと。できることね、可能なことはね、できる限りやっていきたいなと思います。それではまた何かやりたいと思います。それでは失礼します。